です。尾崎立雄の、まあ、入ればバーディーなんですが、まだまだまだ距離がありますが、よく打ちましたね。そうですね。腰を痛めているという尾崎立雄ですが、4アンダー、鈴木浩一とともに2位タイ。トップ金井と1ストローク差です。この尾崎立雄選手は、今回誰よりも一番バーディーの数は多いんですけれどもね。現在1ストローク差。そしてロングホール、左右にクロスバンカーがありますが、いいとこですね。最高のとこですね、はい、これは2つで残り